アル DVD が発売です。僕もですね副音声で出演してます。ぜひ皆さん購入して楽しんでください。場内で迷子を見かけたり、お年寄りの方はインフォメーションブースまでお越しください。またお会いしましょう。アウトソーシングスタジアム日本平にご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあそれではここからは皆さんお待たせしました、エスパルス講演会協賛パルチャンネルでお楽しみいただきたいと思います。まずはエスパルスサポーターの皆さん、こんにちは。そして名古屋グランパスサポーターの皆さん、ようこそアウトサイド、こんにちは。ご来場の皆さん、どうぞ引き続きアウトサイドでサッカーライフ楽しんでいってください。さあ今日のパルチャンネルですけれどもね、もう前から、コメントを CM 打っておりましたけども、なんと我らがパルチャンの彼女がよー、マリさん今日はあれだよね、彼女が登場するんですよね。小指立てない。パルちゃんが小指を立てないね。今日はパルちゃんの恋人が登場するということで、紹介してくれるということで、どこに今日はパルちゃん、彼女はどちらで待ち合わせ、ここにもうすぐ来る、本日午後2時ごろ、正体不明の飛行物体が清水区美保に墜落した模様。絶対パルちゃんの彼女のことじゃないの。正体不明の飛行機が清水区美保に到着した模様。なおその墜落現場の映像と今日はつながっているらしいですよ。ちょっと見てみましょうか。パルちゃんの彼女はあれに乗ってやってくる、あれなの、これに乗ってパルちゃんの彼女がやってきたの、ここにアウサに来るんじゃなくて見本に来たの、あれほら目覚ましたよ、気がついたみたいだよ、完璧に見本の松原だよこれ、アウサじゃないじゃん、見本行ってるじゃん、うわ動き出したってほら、アウスターに向かう、エスカーでしょこれ、エスパルスの人でしょこれ、乗ったよ、動いたよ、向かってるよ、これ美保でしょ、ずっとほらアウスターに向かってるでしょこれ、今こっち向かってますよ、エスパルスの彼女こっち来るの、いや律儀に信号まで止まってるけど、宇宙から来た割には信号止まってますよ、当たり前ですけどもね、あほらもうここアウスタの前ですよ、さあ向かってますよ、アウスタ近いですよ、上がってきた、入ってきた、登ってきた、さあアウスタだ、パルちゃんの彼女がおっと通路を通って中までやってまいりました。One team, one mission.